出身、市場縄手市在住の落語家。本名、尾崎雄一。所属事務所は、米朝事務所で、出林は、復興説。大阪府立平方西高校を経て、大阪芸術大学映像学科へ進学。大学時代には、落語研究会に所属しながら、田舎や楽だという芸名で落語を披露していた。落語研究会の同期生に、小がおり、 住んでいたたアパートも同じだった大学卒業後の1991年3月に3代目、桂部過去へ入門。大学入学以前からべ過去に入門を決意していたが、当時すでにべ過去には一人弟子がいた。しかしその弟子が辞めてしまったので、大学卒業後に改めて入門を志願しに行くと、また別の弟子がいたので諦めていた。 だが、直接師匠に会い何度か喫茶店や楽屋で事情を説明し、弟子にはしてもらえなかったものの、何度か自宅や落語会に足を運ぶことになる。後にべかこの弟子だった一人が辞めたため、正式に弟子として入門が許された。同年8月に、桂小五郎として、豊中市随林寺の岡町落語ランドで初講座を果たした。以降は、落語家として、 精進を積みながら、桂小五郎のワイワイじゃからなるや、火曜大前週などの番組でパーソナリティを務めた。桂小五郎という芸名は、入門当時に、明智小五郎が登場する推理小説をべかこが愛読していたことに由来する。大師匠、桂ツラ尺が生存していた時期には、落田くん、楽田藩と呼ばれるほど、史尺から可愛がられていた。 落語家による草野球チーム、モッチャリーズのメンバーで、2004年には、カツラスズメキと、漫才コンビ、ネコマンマを結成。2011年6月6日には、二代目カツラ南天の、襲名を正式に発表。当初は、カツラヨネノスケの名跡を継ぐ予定だった。しかし三代目、カツラ米長の息子である、カツラコ長が先に五代目カツラ米団をサムを。 襲名する準備を進めていた関係で、桂南天の襲名に至った。2012年4月からは、時和薬品工業の講演を受けて、三景ホールブリーゼでの講演を皮切りに、全国12カ所で襲名披露工業を開催した。桂小五郎時代から、師匠の南光がレギュラー番組を救援する場合に、大役で登場することがある。2017年4月に、 初の独演会を産経ホールブリーゼで開いた。大脈、動物園、ヘッツイヌスビと青菜などを得意とする。師匠の南光や大師匠の死弱同様、前座ネタに独自の工夫を加えて演じている。二代目南天襲名前には、動物園のような前座ネタは襲名後に流行らないだろう、と話していたが、 三代、沢浩二によると、襲名後にもそれらを多い時は、週2回かけたり東京の若手に壊れて稽古をつけた、などと言われている。2016年1月30日に、開催の第114回情報落語を聞く会では、夜の部で南天四五期の会と称して、師匠の南高や大師匠の師弱も経験した三席のネタおろしに挑戦した。以下はいずれもラジオ大阪の番組。 ありがとうございます。